デビュー24年目を迎えた演歌歌手水森かおり45が10日東京港区の長谷寺を訪れ、2000年に死去した所属レコード会社の元社長徳間靖義さん享年78の墓前に16年連続の NHK 紅白歌合戦出場を報告した。徳間さんは言わずと知れた徳間書店グループの創始者で、週刊朝日芸能を核に徳間ジャパン、レコード会社、映画会社、大映を経営。今や世界に影響を与えるアニメ業界の巨匠、宮崎駿監督、77、を抜擢し、スタジオジブリ設立にも尽力したメディア王だ。水森の才能を早くから見抜き、娘のように可愛がったという。水森は恩人の墓前に手を合わせ、演歌の枠が減る中で選んでいただき、今年もいい報告ができた。ありがとうございますと感謝した。ジブリ映画も皆さんに愛されていますよと合わせて報告したと語った。平成最後の紅白では6年続けた巨大衣装をやらないという。巨大衣装はやらないが、それ以上に皆さんにびっくりして喜んでいただけると思う。楽しみにしていただきたいといたずらっぽく笑みを浮かべた。今年もキャンペーンで全国を回り、水に咲く花、支笏声がロングヒット中。平成にやり残したことは結婚かな。最近皆さんが触れてくれなかったけど、でも正直に言ってまだ自分のことにいっぱいいっぱい。よそじ半ばだけどペースを変えたくないのでと、歌一本の姿勢に変化はない。ただ周囲の目は気になるようで、1ヶ月前にピザを食べたくなって注文したが、一人だとなんだからと思って食べきれないのに、 M を2枚とサイドをいくつか頼み、靴を何足か並べて女子会風に偽った。